それではまず、調印式前にプロレスリングの会長内田正幸よりご挨拶がございます。皆さんお忙しいところ調印式にお入れいただきまして誠にありがとうございます。私がプロレスリングノアに携わるようになりまして初めてのチャンピオンシップ、それがジュニアヘビー級選手権であり、第32代チャンピオン小峠選手、そこに挑戦する原田選手、どちらもノアの選手同士で、このチャンピオンシップを戦ってくれるということは非常に私にとっても感慨深い思いがございます。ぜひどちらが勝つか、この2人のですね、戦いに注目したいと思いますし、双方選手ともにですねお互いを知り尽くした選手同士ですので非常に、私も近くで見ていたいという思いをする試合でございます。以上です。ありがとうございます。それではまず挑戦者の原田選手、明日のタイトルマッチに向けて意気込みをお願いいたします。はい、この原田大輔対小峠敦という、対戦カードは、今年で10年目に入って、それでノアに入ってからは10回目になります。一つの節目の戦いになると僕は思っています。ノアジュニアに、ノアジュニアの歴史に残る試合をしたいと思います。そして最後は僕がベルトを持ってリングを降ります。ありがとうございます。で今の原田選手のコメントを受けて小峠選手意気込みの方をお願いします。そうですね、もう彼とは、何度やっとか、もうほとんどプロレス人生を共にしてきた人間なんで、いろんな感情はありますけど、まあ、もちろん、ノアとしても、まあ、個人的な感情としても素晴らしい試合をしたいと思ってます。まあでも、自分は今シングルのチャンピオンでありますので、しっかり自分の、見つけた、自分なりの答えを、原田との試合で見せつけたいと思います。そのタイトルマッチ、水を差す質問のようで申し訳ないんですけれども、太一選手は改めて、この試合をぶち壊すとかねがね予告していますけれども、改めてそのことについて、ご両人はどうお考えでしょうか。原田選手の方からお願いいたします。まあ、この前哨戦が組まれている中で大阪と新宿と2回潰されてますけども、まあ、本番も来るなら来てみろって僕はそう言いたいですね。まあ、あいつらが来たところであいつらは恥をかいて変えるだけなので、やれるもんならやってみろ、そういう気持ちです。加藤選手は。そうですね、まあ、前回、まあ、彼がどうしたいのかよく分からなかったんで、このベルトに興味があるのか、ただ、僕と原田のことが気に入らないだけなのかの意思がよく分からなかったんで、まあ、いろいろ聞いたりはしたんですけど、まあそうですね、まあ、この前の、大阪、新宿のようにただ僕らの試合を潰したいっていう気持ちでいるのであれば、まあそれなりの覚悟で、まあ、新潟のリングに来るんであろうでしょうから、まあ、それなりの僕もお返しはする覚悟ではいます。鈴木軍が、来る前、来た直後ですね、大阪で確か前回タイトルマッチっていう形になって、それから約2年ぶりという形になると思うんですけれども、前回は小峠選手が勝っていると、
という形ですが、この2年間を経て、互いに成長した部分というか、何が変わったのかというところを原田さん、小峠さんに教えていただきたいんですけど。では原田選手の方からお願いいたします。変化というのは対戦相手の変化ですか、僕自身の変化ですか。自分自身ですか。そうですね、僕もやっぱり2年、この2年は一戦一戦大事に戦ってましたし、自分の中でやっぱり課題を見つけてやってきた2年間でもあったので、やっぱり2年前とは違って自分の中で 不必要なもの、いらないなと思ったものはもうどんどん省いていきましたし、やっぱその中でだんだん原田大輔のプロレス像も完成しつつあるので、10年経った原田大輔のプロレスを今ぶつけたいと思います。小峠選手お願いします。僕は、まあ、一瞬ではありましたけど二冠王になれたことがやっぱり大きかったんで、まあ、自分のプロレスを今見つけることができた、まあ、大きな自分の自信に、自分のプロレスに大きな自信を持つことができたっていうのが今自信を持ってる最大の武器だと思います。ずっとお二方、ノア・ジュニアの黄金期はまた再びとおっしゃってまして、まあ、鈴木軍が武漢になったという状況と、ノアも新体制になったと、でまた桃の青春対決が復活したというこの状況についてですね、もう一回、その溜めていた思いというか、ノア・ジュニアもう一度黄金期をという思いをここからまた再スタートで切っていきたいという認識でよろしいでしょうか。原田選手。まあ鈴木軍がいようがいまいが、まあ、ノア・ジュニアの黄金期を作りたいという気持ちはもうずっと一緒でしたし、それはもう今後も変わらないです。今いるメンバーで最高のノアジュニアを作りたいと思ってます。小峠選手お願いします。まあ今も平木記者も、原田も言ってくれたんで、もうそれが全てだと思ってます。まああと次出すとすればもう僕が今チャンピオンなんで、僕が牽引していけたらなと思ってます。新体制なんて初めてのタイトル戦というところでどんなものを見せたいという気持ちでしょうか。まあ新体制どうこうっていうよりも、原田対小峠敦っていうカードは大阪東京とやってきて初めて違う土地でやるので、やっぱり初めて見るお客さんもいると思いますし、やっぱりいろんな人の心に残る試合を僕はしたいと思います。そうですね、まあ、同じことばっかりですけど、一緒ですね、まあ、大阪、東京と続いて次は新潟なんで、しっかり新潟のお客さんに小峠対原田を響かせたい、それだけです。あとすいません、内田会長にお伺いしますが、4年前にですね、このベルトとはちょっとした縁があったと思うんですが、このベルトに対する JC ジュニアに対するこう思いが何ありますか。4年前と言ったらですね、このベルト、多分今のご質問は私の肩にかかった時のことだと思いますけども、あの時はちょっと思い出せばですね、やはり我々もその当時全日本プロレスという団体でノアのジュニアに挑んでいったといういきさつがありまして、それはやはりノアの GHC ジュニアというベルトの要は価値の高さに我々も共鳴して挑んだという経緯がございます。ですから私自身もジュニアとかタッグとか関わらず GHC というベルトの重さは十分理解して、なおかつその価値はあるというふうに理解しております。でこの小峠選手、原田選手の戦いにおきましてもですね、皆さん新体制の中でというふうにお二人にご質問
していらっしゃいましたけれども、新体制というのは我々フロントというか経営側の話でありまして、戦う選手にはいささかも関係がない状態でございます。彼らの持っている全てのパフォーマンスを出して、強い方が勝つ、それがチャンピオンシップだと思っておりますので、どうぞご期待ください。ありがとうございます。それでは調印書にサインをお願いしたいと思います。まず挑戦者の原田選手から、サインの方をお願いいたします。それではチャンピオン小峠選手、サインをお願いいたします。チャンピオンのサインがありました。では最後に立ち合いに内田会長、サインをお願いいたします。サインが入りました。それではフォトセッションを行いたいと思います。